でもさ、その小畑の一件があってからさ、うん、なんかアナウンサーが芸人見る目ちょっとエロい逆に、うん、なんかね、売れてない芸人ありやなみたいな目で見てるような俺気してきて。でも山崎さんの皮肉になことにというか好感度は爆上がりしてるから、まあそりゃそうや、やっぱ付き合っても付き合った時点で上がったし、うん、浮気されて皮肉なくさらにまた上がってる。正直その格上がってると思う。だからそのありだよね。いやだからもう全然利用しに来る可能性あるから俺ら全然利用されていいじゃん、うん、ただもうまだちょっと厳いな。何が俺らが俺らのタレントレベルだとちょっと。いやそんなん関係ない。だってニューヨーク嶋佐と、ね、そうか、その方がいいのか、売れてない方がいいのか、うん、売れてない方がいいよ、売れてない方がいい。いやいいなアナウンサー本当に。俺さ、うん、あの大学の時付き合っとった彼女がさ、うん、もうアナウンサーになりたいすぎる女やって、うん、1個下の女の子やったけど、うん、もうなんかねアナウンサーになりたいやつが集まる学校みたいなにもう大学1年の時から行ってるみたいな。すごいね。でめちゃくちゃ字が強いみたいな、うん、もう本当にそのしっかりして将来のこともしっかりしてるような女の子が、うん、もう何が何でもアナウンサーになりたいみたいなモチベーションで大学生活を送ってんねんその子は、うん、でそんな子がまあ結局なったんかなってないかあんま分からへんけど、うん、多分なってへんわフジテレビとかその辺のには、うん、で多分地方とかでやっとるとかも聞いてないか分からへんけど、うん、そんなやつを払いのけて勝ち上がってきたのが要は山崎さんだったりテレ朝だったり日テレのアナウンサーってわけやんか、うん、まあ、だからいい曲だよね。もうなんつうのスーパー自我人間やと思うね俺そういう就職面接を勝ち抜いて。いや相当だと思うよ。多分面接とか隠し撮りしたらもういかつい顔してると思うんで、そのなんかもう私最強ですみたいな感じで多分面接に臨んでるわけやん。うん、そうそう。まずしかももう今のアナウンサー容姿も良くなきゃダメだしね、うん、そこの自信も絶対にあるわけだし、ほんで絶対そのプライドとかも高かったり学歴もあるしね、頭はいいわけだから一番怖い生き物かもしれない。そのアイドルとか女優とか歌手とかいろいろおるけど、まあ分かるよ。アナウンサーは一番俺怖いな。山崎さんはめっちゃいい人そうやけど、でもめっちゃいい人っていうな、うん、あの人はすごい本当にな。